不動産投資の成功は出口戦略で決まりますさあ今日は不動産投資の出口戦略について解説しましょう不動産投資の成功はいかに利回りの高い物件を購入できるかそして購入後もいかに高い稼働率を維持できるかが重要ですもちろん家賃収入だけではなく将来のキャピタルゲインが狙えるのも不動産投資の魅力です そして、しっかり利益を出すためにも、ベストな売り時というものが存在します。さらに、仮に利益が出なくても、売却した方がいい、そんな場合があるんです。そのタイミングとはいつなのかどう売却のタイミングを見極めればいいのか今日は、そんな不動産投資の出口戦略について、世界一わかりやすく解説する動画です。この動画を見れば、あなたはとても愛着のある物件でも、 実はお荷物物件でしかないといったことがわかるかもしれませんし、あなたのキャッシュフローを最大化するために積極的に売却するタイミングもわかるようになります。そして物件を買う前に出口のタイミングもあらかじめ予測することができるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。 このチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております不動産投資のほか経済金融株そして企業にまつわるトピックもどんどんアップしていますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします <music> Twitter インスタグラムをやっておりますこちらでは最新情報をつぶやいていきますそしてえ最近 音声メディアのボイシーのパーソナリティにもなりました。ぜひこちらも合わせてフォローいただけると大変嬉しいです。それでは今日は4つのトピックでお話していきます。1つは不動産投資成功の3つの力について。2つ目に出口戦略と税務力について。そして3つ目に売却のタイミング5000。そして最後は満室にしてから売れ。この4つでお話を進めていきます。 まず最初に不動産投資成功の3つの力についてご説明しましょう。まず基本的な話です。不動産投資の成功には立地力、物件力、管理力の3つが必要です。そしてこのうちどこに物件を買うのかという立地力とどんな物件を買うかという物件力で8割の成功が決まってきます。 なので不動産投資は買うまでが8割重要だということをここまで何度も言ってきました。そして残り2割が管理力ですが、不動産投資は基本的に保有し続けることが前提となっていますが、実は税務的な視点がないとキャッシュフローが最大化できない可能性があるんです。つまり不動産投資は実は保有し続けるだけではなく、売る戦略、つまり出口も合わせて考える必要があるということなんですよ。 繰り返しますが、出口戦略をあらかじめ考えておくことがとっても重要です。例えば、物件を購入するときに出口戦略をあらかじめ考えた買い方をすると、どんな物件をいくらで買うかがおのずと決まってきますし、将来売却することを前提として、どのような値段で買えばいいのかがわかるんです。さらに、出口戦略には税務的な観点がとっても重要で、 税務的な観点で見るからこそ出口のタイミングがわかるんです。仮に税務を全く知らずに出口を考えていない投資をしたりすると、例えば僕と A さんが同じ物件を同じ金額で購入しても、おそらく10年間で1割程度のキャッシュフローに差が出てくると思います。それは不動産投資特有の現象であるデッドクロスが原因になってくるからです。デッドクロスは過去に何度もご説明していますので、 詳しくは過去動画を合わせてご覧いただきたいですが、ここでは簡単におさらいしておきましょう。不動産投資が所得税対策になるのは、アパートが減価償却できるからです。減価償却というのは、実際には経費としてお金は出ていかないのに、経費にできるお金なので、その分所得を圧縮できて、その結果節税ができるということなんです。しかし実は税金対策にならないタイミングがあるんです。 それがデッドクロスなんです。デッドクロスはお金が出ていかないのに経費にできる減価償却費とお金は出ていくけれども経費にできないローンの元金返済額が逆転した時に起こる現象です。デッドクロスが起きると例えば手元に残ったお金は100万円しかないのに課税所得は200万円になってしまうといったことが起こるんです。 そうなると、節税どころか、さらに多くの税金がかかってしまうことになっちゃうんですよ。このデッドクロス状態を解消するためには、繰り上げ返済をしたり、その時点で一旦物件を売却するなど、いろいろな方法がありますが、ベストなデッドクロス対策をするためにも、あらかじめ出口戦略を立てておくことが重要になるんですよ。それでは具体的に5つの売却のタイミングについて見ていきましょう。 まず売却のタイミングになるのはデッドクロスです。例えば購入後7年後にデッドクロスがあらかじめ来ることが分かっていれば、それ以降はほとんど税金対策にならないので、あらかじめ売却のタイミングを考えておかなければいけません。となれば、その物件を買う前に出口戦略を考えて、7年後に投資エリア周辺の相場はどうなっているのか、例えば人口はどうなっているのか、 学校などの移転計画はないかどうか、近くの工場の閉鎖の予定などはないかどうかなどを考慮して7年後に買った時の値段以上で売れそうな物件かどうかを考えて投資するべきなんです。では一体デッドクロスの時期をどうやって見極めればいいのでしょうか。具体的な見極め方は過去動画をご覧いただければわかるようになると思いますが、 例えば木造築25年のアパートをローンで購入したとすると約4年でデッドクロスが来ると思います鉄筋コンクリート像の場合は築15年以上の場合購入後およそ3、4年でデッドクロスが来る可能性がありますこういったことを僕らは物件の資料を見た瞬間に判断しています具体的には出口のタイミングの時期と周辺の売買相場予測と そしてこの物件を買うならいくらで買うべきかを瞬時に判断しているんです。ちなみに現金で物件を買った場合はデッドクロスは起きません。デッドクロスはあくまでローンを利用してレバレッジをかけた時に起こる現象ですが、おおむね50%以上の自己資金を入れていれば、ほとんど気にする必要はないでしょう。逆に1から3割ぐらいの自己資金を入れて残りがローンであれば、 必ずデッドクロスの影響を考慮する必要があるんです。また、デッドクロスの時期が分かれば、お金の借り方も変わってきます。例えば、デッドクロスになったら、繰り上げ返済をして、デッドクロス状態を解消することが有効ですが、もしその時に長期固定金利で借りていたら、固定の期間はデッドクロスが来る時期までに限定するのが基本です。 なぜなら長期の固定で借りていると、デッドクロスの影響を回避するための繰り上げ返済ができなくなるからです。まあ厳密に言うと繰り上げ返済はできるんですが、多額の違約金を払うことになってしまったりします。次の売却のタイミングは購入後5年以降です。このタイミングは個人事業主のケースで、法人の場合は関係ありません。なぜ個人だけ売却する年数を気にする必要があるのでしょうか それは個人の譲渡所得には長期保有と短期保有で税額が倍も違ってくるからなんです。個人の場合の不動産の譲渡益に対する税額は所得税と一体の総合課税ではなく分離課税になっていてその税率は保有年数によって違ってくるんです。具体的にどういうことかというと5年以下の短期保有での売却は約40%。 5年超の長期保有での売却は約20%になるんですよ。つまり5年以下の保有で売却してしまうとめちゃくちゃ税金が高くなってしまうんです。これがどう出口戦略に関わってくるのかというと、例えば5年以下でデッドクロスが来てしまう物件は、その時点で売ってデッドクロスを回避するのではなく、5年を経過するまでは 繰上げ返済ででデッドクロスの影響を解消した方が良さそううだということいこになるわけです次の売却のタイミングは減価償却です不動産投資は建物が減価償却できるので所得税対策にとっても有利なんですがこの減価償却も永遠にできるわけではありません新築の場合の法定対応年数は木造22年鉄骨造34年鉄筋コンクリート造は47年と決まっています 基本的にすでに経過した分は減価償却できませんから古ければ古いほど減価償却期間は短くなってしまうんですしかしすでに対応年数を経過した建物は法定対応年数の20%の年数で償却するのがルールになっています例えば築30年の木造アパートの減価償却期間は法定対応年数22年に20%をかけて4.4年になるわけですが 少数点以下は切り捨てになるので4年で消却できることになるんです。つまり築30年の木造アパートはわずか4年で減価消却が終わってしまうので、それ以降は所得税対策にならなくなってしまうんですよ。このようにもし所得税対策として不動産投資をしている場合は、減価消却がなくなってしまうタイミングで売却する可能性も考慮して投資をする必要があるんです。 次の売却のタイミングは大規模修繕の時期の前に出口を取るということですあなたがすでに大家さんならもう実感があると思いますが建物に不具合が出始めるのはなぜか築15年を超えたあたりからになりますよね特に給湯器などの設備が壊れる時期が15年前後になるんです 屋根の防水や外壁の洗浄や再塗装などの大規模修繕をすることが多くなるのも築15年くらいなんですよねもし新築からメンテナンスを全くしていない物件を築20年くらいで購入したとするとおそらく購入直後から片っ端から壊れたりする可能性があります また、雨漏りの被害が多くなったり、外壁の塗装をしないと建物が古臭くて入居者が決まりづらいこともあるんです。なので、購入する前に修繕の履歴を確認して、購入後にかかる修繕費を考慮した買い付け価格にする必要がありますが、あなたが逆に物件を売る立場であれば、こういった修繕費用がかさむ前に、売却して出口を取るということも戦略の一つになるんです。 例えばワンルーム10個の木造アパートの外壁塗装をする場合は大体150万円くらいかかってきます。家賃が5万円だとすれば3ヶ月分の家賃が丸々修繕で吹っ飛ぶ計算になるので修繕費の積み立てが全くできていない場合やその物件を長期に保有するつもりがないんであれば大規模修繕の時期の前に出口を取った方がいいかもしれません。最後5番目のタイミングは 対応年数が残っているうちに売却をするということです何より出口戦略で重要なのは買い手がつきやすい状態で売るということです具体的には対応年数が残っているうちに売るということなんですがなぜ対応年数が残っているうちに売却をするのかというとあまり古い物件には融資がつきづらくなってしまうからなんですよ もちろん対応年数の考え方には銀行独自の基準がありますがどの銀行も残存年数プラス5年よくて10年が限度でしょう例えば木造地区25年のアパートの場合は法定対応年数の22年をすでに経過しているので銀行からのローンは5年もしくはよくて10年が限度になるでしょう当然投資家はできるだけ長くローンを組んで キャッシュフローを出したいと考えますから、物件は古くなればなるほど融資はつきにくくなってしまいますので、買い手が融資を受けやすいうちに、物件を売却することも出口戦略では重要なんです。さて、売却のタイミングを5つ見てきましたが、いいタイミングでできるだけ高値で売るために必ずやっておきたいことがあります。それは満室にしてから売れということです。 そして適度にメンテナンスをしておくということです。満室にしてから売りやすいのは当然ですが、実は空室があると結構荒探しをされることがあるんですよ。その点満室だと部屋の中までは見れませんから、いらぬ価格交渉をされないためにも、できるだけ満室の状態で売却することが重要なんですよ。さらには適度にメンテナンスをしておくことも重要で、買い主が物件を見て、 修繕費がかかりそうだなぁと値踏みをされると価格交渉をされる可能性があるからです。なので買い主の印象を良くするためにも日頃から建物管理はしっかりやっておくことが重要なんですよ。さていかがでしたでしょうか不動産投資の成功は買う時だけではなく出口戦略もいかに重要なのかが理解できたのではないでしょうかこのように将来の出口戦略を考えればアパートを購入する際に どのような買い方をすればいいのかが分かってくるわけです。今回はいろいろな出口を取るべきタイミングを紹介してきましたが、これらは単独で判断されるものではなく、それぞれのタイミングが絡み合って判断されるものになっていきます。しかし売却のタイミングは、事前に計画した戦略通りに行くわけではありません。なぜなら、基本的に買い手がいてこそ出口が成り立つわけですし、売り手と買い手のタイミングもあります。 さらに今のように融資が厳しい状況だと買い手がいても融資の問題で売れないということもありますその点買う前に出口戦略を考えても計画通りに行くわけではないので一見無駄な作業かもしれませんしかし実際の投資ではすぐに意思決定できることが投資のリスクを下げることになるんですなので出口戦略をあらかじめ考えておくことは あなたの資産形成においてとっても重要なことだと言えるんですよ。このように不動産投資は学べば学んだだけリスクが小さくなりますし、あなたの未来に応えてくれる稀有な投資法と言えるんです。さらに詳しく学びたい方は、初心者でも体系的に学べる不動産実務検定で学ぶのが一番です。また7月1日から開始したオンラインサロンでは、皆さんの実践を毎日フォローしています。 興味がある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧いただければ幸いです。またサブチャンネルでは僕のマレーシアでの生活の様子などもアップしていますのでぜひご覧いただければ幸いです。また今日の内容が良かったという方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。